よろしくお願いします。最初に不正に関する質問からお受けします。すみません、関西テレビですが、原発関連でちょっと伺いたいんですけれども、関西電力は使用済み核燃料の中間貯蔵施設2020年までに、営業エリア内で、関係自治体の理解が得られれば営業エリア内で設置したいという考えを示してたりするんですが、弊社の方で近畿 の各自治体県のアンケートを取ったところ、京都なんか明確に指定されているんですが、大阪は、国が積極的に関与した上で、理解を、求めていくべきだというようなスタンスなんですが、これはやはり事業者と自治体だけではやっぱ話がまとまらないか、国が入らないとということなんでしょうか。科学的技術的に安全性をどこが担保するかです。どこが責任を持つのか。これ我々大阪府、この我々自治体では科学的技術的な安全なんていうのを調査する、そういう能力はありません。そういう力、これはもうまさに国で、原子力の専門家、その人たちがもう要はその人たちの能力を結集して、技術的科学的技術的な安全性が担保される。そしてその責任は国が取ると。これがもう調査に入るための前提です、決して調査を、否定しませんよ。大消費地ですから我々は。これまで、東北の震災以前は、まさに原子力発電の安価なそういう電力において生活をしてきた。もうこれはもう、まさに事実です。でも震災で事故を見て、要はやはり原子力というものについては大きなリスクがあると、その時に要は世の中絶対安全はないにしても、今の、そのこう技術、科学技術の水準で安全だという最高水準の安全は確保できると、そしてその責任は国にあるということをしっかりと担保できて初めてね、話し合いができると僕はそう思ってます。一事業者、完全に科学的技術的な絶対安全のそれを保証できる最高水準安全の保証できるそういう力があるんでしょうかね。一企業に880万府民に、そういう安全を約束できる、それだけの力があるとは、能力があるとは僕は思いませんね。こんなもんは企業と自治体でやる話ではありません。ということは、今関電が、事業者主体でやろうとしていることに関しては知事は、違和感を持たれているという、全くセンスないなと思います。どういうふうに責任取るんでしょうか。何かあったときに、関電なんかは火力発電所の敷地内なんかも候補に挙げているようなんですが、となると府内は境港の方に火力発電所ありますけれども、この辺りは知事はどんなふうに考えられますか。それは全くだから、その話をするテーブルが違います、まずは国において科学的技術的な安全性をしっかり検証する、そしてその責任を明確化して、国が責任を取るというところのそれをもう意思をはっきりしないと、要は東北の事故でも一事業者が責任取れたんでしょうか。これ国民がみんなで今、国民の税でみんなでその復興に対しての財源を確保しながらやってるし、いまだに、被災地で、不自由な生活を、仮設で不自由な生活されてる方々がいっぱいいてる中で、電力事業者は何の責任を取ってるんでしょうかね。もう責任も取れないのにね、安易にやっぱりそう言うべきじゃないと思いますよ。
その他公務はございますか。それでは専務に移ります。政務に関する質問をお受けします。茂木町長選について、維新の公認候補が、まあ、当選されたわけですけど、まあ、新体制になって初めての選挙に行ってましたが、いかがでしたでしょうか。いや、まだまだ、藤原候補がね、よく頑張られて、当選をさせていただいたということについては、本当に有権者の皆さんに、お礼を申し上げると、ありがたいなと思ってますけど、まあ、まだまだやっぱり足腰弱いなというふうに感じてます。選挙には勝ちましたけども、藤原さんの得票率を見ると3割、ですかね。で、明確にね、他の政党とやっぱり違うというか、その大阪においては僕らはやっぱり、言ったことは守るっていうその実行力、そして保身は保身にならないというところは、これまでもう6年、活動を続けてきておりますよね。やはりまだまだ伝わっていない。まあ、まさに、まあ、初心忘れることなくね、やっぱり修練鍛錬していかなければならないな。新たに反省材料が見つかった。それはその政策面においてそれも運動の方法として、やはりこうまだまだね、伝えきれていないというんですか、選挙戦においても橋本さんが、まあ、いない形で臨みましたけれども、橋本さんがいないという部分は何か感じになられると思いますか。結果も含めて。いや、そもそも、首長選挙にね、そんなに、橋本代表の頃から代表が関与してるということでもなかったんで、代表がいる以外はあまり感じませんでしたけど、まあでも結果としてね、まだまだ足腰は弱いなということです。今回その自民党は、まあ、公認の4年ぶりに首長選では府内で勝ったことでありますけれども、公認候補を立てたということに関してはどのように。その前安井で中山府連会長に聞けばいいじゃないですか。もう他党のことなんで、僕は知りません。まあ、でも公認なのか推薦なのかで、もう公認やったら勝てるなんていうのはね、ちょっとちゃうんちゃうかなと思う。参議院の比例に関してなんですけれども、上村さんですとか島津さんですとか大阪市の酒井さんに名前になってますけれども、月末ではもう公認。まあ、昨日の執行役員会で、そういう案として、まあ、テーブルに上がってますんで、これから月末に向けて決定していきたいと思います。上村さんと島さん、元民主党の議員だと思うんですけれども、どういったところに関されているんですか。これもう、民主党ではダメだと。何もできない。ものを決めれない。だから、早期に辞められてるわけです。僕は民主党の今いる人たちの中でもね、全員を否定してるわけではありませんから、これまでも橋本代表をもって、民主党の一部の方々とならね、政策を共有できると。だから一部の方々とやっぱり、自民党に、対峙できる、そういう政党、2つの政党が、この必要だということをこれまでもずっと言ってきた、その一部の方の
の中にいらっしゃるのがその方々です。どういったことをもし擁立した場合にはですね、2人にどういったことを期待しますか。いや、もうどういったというより、これはお二人に限らず、ね、今回の熊谷の選挙もそうですけど、やはりきめ細やかに、説明する、まあ、あの有権者に維新なら何ができるのか、自民党と何が違うのか、こういうところをしっかり説明する。でそれはもう、とにかく、一人でも多くの人に会うことですね。それを思って、根村さんの質問ですけども、かなり民主党参議院衆議院と、まあ、落選されている方もいらっしゃるわけですけども、特に今後候補者を擁立するにあたって、こういった方たちで維新の政策に合うというか、そういう方については擁立も考えていただくこともあるんでしょうか。民主党の一部の方々です。だからこれまでも言い続けてきたんです。民主党の一部の人たちと政策を一致させて、自民党と対抗できる政界再編が望ましいと、これはずっと言ってきたことですから、だから偽物の皆さんがね、民主党と全体と一緒になるというのはね、これはもう全くもってね、まさに保身でしかないと思いますね、彼らもそう言ってたんですよ、もともとは。もう今はでも名前を変えればいいとか、そんなテクニカルな話になってしまって、民主党の中に全然考えてる方の違う人たちがいっぱいいるのに、もう名前を変えれば、まあ、新党として、ちょっとこう、なんていうかな、人気が支持率が上がるんじゃないかという、まあ、そういうもう人たち、もう情けないなと思って、だからもう新聞で維新という表記はね、ぜひやめてもらいたいなと思う。勘違いされる。義心にしてる。偽の義で義心、義心。それではすみません。次の予定もございますので、よろしいですか。東北選挙区ですけど、東北選挙区。高山候補代表の投票数。まあその方向です。戦争理由としては、まあこれは能力の高い方だ。これは馬場幹事長が今先行して、まあもちろん片山代表のご子息ですから、もう考え方は一致してますんで。すみません。それでは。はい、これで終了させていただきます。ありがとうございました。